皆さんこんにちは、あやのです。今日はシーンのアイテムを使っておすすめの夏服5コーデを皆様にご紹介したいと思います。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいので最後までご覧ください。またいいねやコメントもお待ちしております。まず1着目はこちら、まるでスナイデルワンピ、私のお気に入りワンピのご紹介です。生地もペラペラではなくしっかりしていてとっても高見え、この夏大活躍アイテムなので気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。気になったアイテムはぜひ商品 ID からシーンのサイトで検索してみてください。私は M サイズを購入しました。首元はスマートデザインになっており、自分で結ぶリボンがついています。そしてボタンがついており、花柄が全体的にプリントされています。肩にはこのようにフリルがついています。360度回ってみるとこんな感じです。チャックなどの着脱ではなく上からかぶるタイプのワンピです。ウエストは少し高めに設定されており、ウエストシャーリング仕様になっています。そして嬉しいウエストゴム入りです。M サイズ着用で長さは120センチ、163センチの私が着用してこれぐらいの丈感となります。サイズが変わるごとに2センチずつ長さが変わります。広がりのとっても綺麗なワンピとなっています。生地は薄めとなっています。ワンピースのアップはこんな感じです。サラサラとした裏地がついています。続いて2着目はこちら、大きなダブルケープが存在感を放つワンピのご紹介です。ダブルケープが顔を小さく見せてくれるので小顔効果も抜群です。またウエストリボンでウエストをキュッと結べるのでスタイルアップにもなります。私は M サイズを購入しました。アクセが入る首元となっており、大きなダブルケープがついています。また肩はこのようになっています。360度回ってみるとこんな感じです。チャックなどの着脱ではなく上からかぶるタイプのワンピです。ウエストがすっきりしているのは後ろで結んだウエストリボンのおかげ、自分で調節可能となっています。M サイズ着用で長さは120センチ、163センチの私が着用してこれぐらいの長さとなります。サイズが変わるごとに2センチずつ丈が変わります。
あたりまでの裏地がついています。生地は薄めで透け感のある素材です。ワンピースのアップはこんな感じです。サラサラとした裏地がついています。続いて3着目はこちら、可愛くてスタイルアップの工夫が詰まったワンピのご紹介です。こちら実は 2way の着方が楽しめるワンピなんです。詳しくは後ほどご紹介します。フロントから伸びるリボンを後ろで結ぶことでウエストマークとスタイルアップ両方叶えてくれる、そんな一枚です。私は M サイズを購入しました。大きなケープのようなデザインになっており、フロントの中央にはパールボタンがついています。フロントから伸びる配色リボンは後ろで結ぶことができ、ウエストを調節することが可能となっています。肩の部分はこのようになっています。360度回ってみるとこんな感じです。上のケープの部分を脱いでみると夏のリゾートにぴったりのワンピになります。 2way で楽しめるワンピになっています。M サイズ着用で長さは121センチ、163センチの私が着用してこれぐらいの丈感となります。サイズが変わるごとに2センチずつ長さが変わります。膝あたりまでの裏地がついています。スカート部分はプリーツ加工されており、広がりの綺麗なワンピとなっています。生地は薄めで少し透け感のある素材です。ワンピースのアップはこんな感じです。サラサラとした裏地がついています。続いて4着目はこちら、シンプルながらも肩が空いたヘルシーな肌見せワンピのご紹介です。肩の部分の肌見せだけではなく、袖の部分はフリルになっているので、さりげなく女の子らしさの詰まった一枚です。ウエストも高い位置で切り替わっているので、スタイルアップもバッチリです。私は M サイズを購入しました。首元は詰まったデザインになっており、ボタンがついています。このような花柄がプリントされています。
肩の部分には肌見せとフリルがついています。360度回ってみるとこんな感じです。チャックなどの着脱ではなく、上からかぶるタイプのワンピです。ウエストは高い位置で切り替えがされており、ウエストシャーリング仕様。そして嬉しいウエストゴム入りです。M サイズ着用で長さは119センチ、163センチの私が M サイズを着用してこれぐらいの丈感となります。サイズが変わるごとに1センチずつ長さが変わります。膝あたりまでの裏地がついています。生地は薄めで透け感のある素材です。ワンピースのアップはこんな感じです。サラサラとした裏地がついています。最後5着目はこちら、SHEINで購入できちゃうプチプラ腹巻きワンピのご紹介です。今回紹介した中では一番短い丈のワンピになります。フロントのリボンと肩のフリルで女の子らしさ全開の夏に大活躍するワンピとなります。私は M サイズを購入しました。フロントには自分で結ぶリボンがついており、このような繊細な花柄がプリントされています。肩の部分にはフリルがついています。360度回ってみるとこんな感じです。チャックなどの着脱ではなく、上からかぶるタイプのワンピです。ウエストは少し高い位置で切り替えがされており、腹巻きのようなデザイン。そしてウエストゴム入りです。M サイズ着用で長さは106センチ、163センチの私が着用してこれぐらいの丈感となります。サイズが変わるごとに2センチずつ長さが変わります。生地は薄めとなっています。ワンピースのアップはこんな感じです。サラサラとした裏地がついています。最後までご覧いただきありがとうございました。インスタ、TikTok もやっているので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。そして YouTube チャンネル登録、コメント、グッドボタン、ぜひぜひお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。